はい、新型コロナウイルス武漢肺炎ですかね。こちら PCR 検査キットがあります。まあ私は PCR 検査こんなね感染症に用いるなんてのはなんかおかしいなと思いながらも、まあやってるんですけどね、やることはやってるんですよ。文句言いながらやることはやってるんですよね、うん、でもね、あのワクチンの問題出てきたじゃないですか。なんかね、そのワクチンを2回接種したにもかかわらずすぐに陽性になってるらしいですよ。ここに書いてますけども、すでにワクチンを2回接種してるんだけども、40代の男性発熱して検査すると、まあ、感染が判明したということで、ワクチン打っても、まあ、効果がないような、そんなね報告もありますね。で、あのワクチンを打った方っていうのはまだね全国的に見ると例は少ないんですけども、少ない例の中でもうすでにこうやってね効き目がないとか、ちょっと副作用で体がだるいとかね、熱が出たとかね、なんかそんなのが2人に1人とか3人に1人ぐらい出てるんで、まあ、このワクチンね、日本人には向かないのかもしれないですね、もしかしたらね。もしくはもう日本の中でも新しいね、変異株に置き換わってる。要するに新型コロナウイルスって言ってるやつは去年のやつを指してるわけであって、旧型コロナウイルスなんですよ。で、変異株って言われるのがまさに今年の新型コロナウイルスということで、まあウイルスもね進化してるってことなんでしょうね。でもワクチンは進化してませんから、あの要するに旧型のワクチンを私たちは買い取らされているのかなというところでございますね。で、アメリカなりイギリスなり現地では新型のワクチンが変異種に対して、まあ、接種されているっていう状況なんですかね、まあ、その辺私はよく分かんないんですけども、今日オープンされた動画じゃないな、これ4月15日の動画だな。群馬県で新型コロナワクチン接種後の新型コロナ感染相次ぐというタイトルのニュース映像ですけども、ちょっとね動画概要欄につけておきますのでご覧いただければ幸いです。それでは。